い、どうもあゆたろうチャンネルのあゆたろうです。今日はですね、千葉県に来ているんですけど、テニスの動画をね、最近ポケットウィズさんという方がよく上げてまして、あゆたろうもね、ソフトテニス好きなんで、おっと、なんか声が聞こえてきたソフトテニス好きなんで、ちょっと今回ね、ぜひお相手してもらいたいなとポケットウィズさんに来ていただきました。どうぞ。あー、ポケットウィズでーす元気めっちゃいい、めっちゃ元気めっちゃ元気みたいな動きが一個あって怖い怖い怖い。はい、皆さん、こちらポケットウィズの鬼石丸は欠席お願いします。よろしくお願いします。すみません、お願いします。よろしくお願いします。見ましたよ、オタクのテニスの動画。いやいや、出てるでしょ、自分も。まあまあ、今頃多分ね、2本目が上がって、本当に上手い人なんですけど、僕より全然上手いです。いやいや、もう動画見てもすごいなと。いやいや、本当に本当出ていただきまして、アイダロさんにね、なんでちょっと今回アイダロさんのチャンネルにお邪魔させてもらいました。お願いします。何をするんでしょうか、今回。今日はですね、ソフトテニスを純粋に楽しみたいなと思って。それが大事。またね、またね、もうね、ソフトテニスを見てるのは上手さと関係ないから。そうなんですよ。オランダはもう上手い、下手、もっと故障とか、もういらないですよ、なもう顧問じゃないんだから。もうアホでも、もう下手くそな、楽しくやればいいんですよね。それが一番、それが一番なんだから。なんで今日はもう、せっかく一緒に出会えたんで、ランダをしたいなと。ランダ行きましょうか、純粋に。やりましょうかということで、やっていきましょうか。はい、終わってないか分かんないですが、ぜひお願いします。じゃあ、ポケットウィズさんのちょっと、行きますか、行きますか。じゃあ、ランダの方やりましょうか。お願いします。じゃあ、早速ランダの方やっていきたいと思います。テレビのカメラの前に皆さんもよろしくお願いします。ではやってみよう、ゴー。
強い。やっぱうまいっすね。いやいや、とんでもないっす。楽しかった、楽しかった。楽しかったです。いやまあね、まあこんな感じでテニス動画。そうっすね。やっぱあれですね、楽しむのがやっぱ一番ですよね。本当それに YouTube ね、本当ね、もう上手い下手も大事です、勝つ勝つのも大事ですけど、テニスやっぱ学生の間はね、やっぱりなんかこうまずはテニス楽しむっていうことが今日すごい楽しかったです、僕はね。ぜひこの動画見て興味を持って、そうですね、もうなんかね、そうですね、はい、そんな感じで見てもらってます。じゃあありがとうございました。締めじゃあポケットウィズ締めでいいですか。ポケットウィズ締めでいきますか。はい、ポケットウィズ締めでいきますか。わかりました。ですね、アイタローチャンネル、多分まだ、テニスの上手い動画ね、多分どこか脅かされてるんだ、僕のこと。本当に上手い動画あげられて、ぜひこちらもチェックしてみてください。では今日はここまで、バイバイ。